はいはい、それではやってえ決まりを、今回はタイトルに釣られてしまったコースなんだぜ。メタナイト、Wii のスマブラでは強キャラらしいね。かっこいい。確かにかっこいいんだぜ。しかも変身の効果音も懐かしいな。よーし、さあ行けメタナイト。意外感、最強の天使の道を突き進むのだでは行け、ポンコツナイト。さっきので一気にメタナイトの評価が急降下してるんだが、メタナイト頑張れ、この逆境を乗り越えるんだぜ。無理無理、このポンコツナイトは何もできない子です。残念な子なんです。たった一回のミスで厳しすぎだろ。いいですかマリさんくん、マリオメーカーというのはいわば制作者さんとプレイヤーのガチンコ勝負です。そんな勝負の場にヘマをするような奴はいりません。毎回スタートと共にやられ、キャーとかわーとか言ってる奴にだけは言われたくないと思うんだが。キャーとかわーとか言ってません。キャーとかピラーって言ってるだけです。同じじゃねえか、むしろもっと気違い野郎になってるぞ。そして安定のグダグダプレイ。違うんです、これはポンコツナイトがいけないんです。私何もしてません。なら今お前が手に持ってる Wii パッドを床に置いてみろ。そのポンコツナイトとやらは動かなくなるぞ。全身全霊でお断りします。逃げるな。もういい。かなりぐだってしまい申し訳ありません。ということでカット。皆さん、あの後一発で成功しました。信じてください。タイムを見れば嘘って即バレるぞ。はい、あの後3回ほどミスりました。これでいいですか？ということでゴール。何がいいのか全然わからないんだが。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。イエーイ。それではやっていきましょう。急にどうした？はいはーい、もちろん元気に死んでますよー。ドヤ顔で言うんじゃねえ。うおっと、私が大嫌いな飛行船コース。よし、これで言い訳はバッチリ。言い訳するんじゃねえ。言い訳って、言い訳。お前は黙ってろ。ちょぼん。うげ、またクッパかー。またとは何をやらしい。またって言葉だけで変な想像する方がおかしいと思うんだが。もういい加減あいつうざいし、そろそろ倒しちゃおうか。私を倒すですって。おおほほほお、無理無理、私に勝つなんて10億年早いわよ。私の力見せてあげる。さあ、行くわよ。ゴール。なんだろう。いや、なんでもない。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきたいですねー。やればいいだろ。そしてクリア率は約 4% なんだぜ。ホーンテッド？これはまさか。謎解き？まだわからないが、ステージ的に謎解きの可能性大なんだぜ。やあ霊夢くん、頑張りたまえ。うるさい。え？ P スイッチ出てきたが、押してみるか？もちろんもちろん、私は P スイッチを押すために生まれてきたと言っても過言ではないので。絶対過言だろ。もしそうじゃなかったらとてつもなく寂しい人生なんだが。これは、飛びまーす。よしよし、さすが天才といったところです。ああ、確かに卑怯の天才だ。え？キャー、やばい、飛べー。ふぅ、危なかった。なんだよ、つまんねえな。あなたは人の不幸がそんなに楽しいですか？私はそう思いません。人の不幸は蜜の味と常日頃言ってる奴が言う言葉じゃねえだろ。蜜の味ではないです。蜂蜜です。一緒じゃねえか。よしよし、無事龍二郎も倒せたし、蓋を登っていきましょうか。このステージは結構長いのか？もしそうならそろそろ中間欲しいな。ん？何この矢印？おそらくだが、霊夢が自殺する用のトゲじゃないか？なぜ私専用なんでしょうか？あ、なるほどなるほど。これで P スイッチをして先に進めと。了解です。このステージは気が抜くとやられるであろうコースだし、気だけは抜いてるそばから抜くなー。ごめんなさい。今度は慎重に行きまぎのぎおん。これ少しでもずれたらやられるな。テレサさん、こんにちはわ。よし、もう大丈夫かな？では降りていきましょう。え？キャー！来ないでこれは予想できなかったな。何回かやってもやられたので、今度はクソガメの後を行ってみたいと思います。さあどうだ？ここ孔明ないみたい。それじゃあ進んでいきますか。耳でいいよね？不意な孔明が怖いんだぜ。おお、これはゴール。のこのこ蹴飛ばせばいけそうだな。さあクソガメ、私のために道を作るのです。そして、ゴール。今回のステージはかなり頭を使わないといけないコースで少し疲れたんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。
スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。